はい、こんにちは、車買い取り専門店 J ボヤ会社でございます。今日はね、インプレッサースポーツワゴンかななります。まあ、こういう車があったっていう、まあ、備忘録ですね。まあ、ちょっともうこれ吹き上げは全然ちょっと綺麗になってないんだけど、もうねすごかったんですよ。もうね真っ白、もう真っ白の状態からね、一応まあ光沢が出るぐらいまでね磨きをしたんですけども、まあちょっとね時間かかったけど、まあそれでもまあまあひどいレベルで言ったらまあ中ぐらいかな、小の上って感じかなそんなのあるわかんないけどねいう感じです。まあこのねルーフなんかもすごかったですね。もうこれはね、販売は回さないんで、まあ、続けてオークションの方に持っていこうかなとは思ってます。まあ欲しい人がおったらさ売りますけどね、はい、という感じです。まあそんな悪くはないんですよ。乗ってた人もねすごい真面目な方ですし、はい、奥さんも可愛らしいね奥さんで、ちょっとここねあれしてるけどね、まあ、真面目な夫婦が、お乗りになっていたお車です。これディスチャージかな、ディスチャージと、フォグランプが一応ありますね。はい、でフロントのみ、センサーですねついてます。こんな感じですね。ね、スバルはねフロントのこのラインがねかっこいいかなと思いますけどね。よいしょ。で距離の方ですね、距離は、まあ6万、まあ、7千キロですね。こういうとアイサイトがついてますね。こういったあの追従のものがついてます。まあこれがアイサイトのカメラですね、2つね。はい、でオーディオディスプレイなんで、まあオーディオディスプレイで、まあオーディオかな、でナビゲーションではないので、でバックカメラついてます。でこれステアリングシフトですね、ついてます。まあそんなところかな。まあそんなあと大したことないんで、大したことないんでって言ったらあかんな、大したもの装備はないので、はい、まあね、将来的にはまあ諸外国で乗られるんじゃないかなと思います。そんな感じのお車です。それはね、よいしょ、インプレッサースポーツワゴンです。まあこれね、もうホイールとかめっちゃ汚かったんですけどね、まあここまでねホイール綺麗になりました。本当にね抹茶茶だったんですけどね、全部綺麗にしてあげましたよ。はい、いう感じで、そしたら、車買い取り専門店 J バー貸し店でございます。この動画良ければいいねボタンお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日も適当動画です。失礼いたします。いつもだけど失礼します。